荷物を前に抱えて寝ると比較的安眠しやすいです。これ二言目さん、おすすめの本やスマホゲームあれば教えてくださいって書いてるのに安眠のしやすさを教えてくれました。ありがとうございます。でも確かに結構もうぐわんぐわんいっちゃいますもんね、何もなかったら。抱えたら、いや良さそう、めっちゃ寝心地良さそうですね。あー、ナイスアイデアですね。隣の人に目をかけることもないですし、私も結構あの隣の人にこうもたれかかられて、肩、まあ、こんな立派な肩あるんで、もたれかかられて、あ、降りたいけどすごいもたれかかってくるから降りれないな、あの起こせないなと思って、まあ、帰りの電車だったので、そのままその人が起きるまで一緒に乗り続けたことありますねそう、いやだってかわいそうじゃないですか。それがね、もうなんかめちゃめちゃよだれかかられたとかじゃなくて、普通にすや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 寝ていらっしゃったので、こうやってね、あの降りようとしたらガクってなってびっくりしちゃって、かわいそうなので一緒におとなしく乗りましたね。私が寄りかかってしまった立場だったらちょっとそうしてほしいですしね首がかくっていっちゃう前に時間があったら寄り添ってあげたいなと思ったんですが、まあ、そういったね心配もない、隣の人を一緒の駅にまでね連れて行くこともないので、こちらグッドですね。ぜひ参考にしてみてください。